ルナママとあそぼ。はるなチャンネル、ワンワンミルクもよろしくね。今日はヴィセラの報告をしたいと思います。今いつからかな、3月の8日ぐらいから始めたヴィセラですが、今一袋とちょっと飲み切りました。でも残念なことに体重がどんどん増えていって、今体重は52キロです。とりあえずあと一袋と半分ぐらいでヴィセラは終わろうかなと思ってます。どんどん増えていく体重。で、今までは特に便秘とかなかったのに、多分今4日、4日間出てません。どんどんお腹に溜まっていく一方、全然出ずにこんな感じです。とりあえずあとこれだけは続けていきます。もし効果が一袋だけだったら全然効果は出ませんでした。これからあとちょっとだけ続けていこうと思います。どっさり感が出るように、痩せ菌を増やしていきたいと思います。ヴィセラ一袋目は1日2カプセル飲んでたけど、2袋目からは3カプセル3粒飲むようにしてます。どっさりは出ないけど、頑張ります。とりあえず今日はいつもしないけどちょっとだけ運動しようかなと思ってます。もしかしたら飲むだけじゃダメかな、適度な運動いるのかな。
ビスラを飲み続けて4日間出てないので申し訳ないですが、こちらを使わせていただきます。大人なので2錠飲みます。どっさり出るかもしれないけど、それはビセラの力ではないです。おしまい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。他の動画も見てね。Twitter、Instagram、えはるなチャンネルも見てね。バイバイ。